空から望む墓城再墓は、スペインアラゴン州、ウエスカ県のムニシピオ。フランスとの国境に近く、ピレネー山脈の山あいにある。2013年の人口は13,221人。墓は、フランスのポートサラゴサからの中世からの主要街道の日本が、交差するアラゴン川の浅瀬にあり、アラゴン王国が築いた城西都市である。 1九9 7年までは、アラゴン王国の首都であった。町の起源はよく知られていないが、ストラボンの記述にある、エブロボンに居住するいくつかの部族の中でも能力があるとされた、ラケッタニ族の名前に関係しているらしい。ストラボンによると、この地域は、紀元前1世紀のローマ帝国のセルトリウスと、ポンペウスの戦争の舞台にもなったとのことである。ムーア人の記録によると、 サラゴサ地方の主要都市として、ジャカという名も登場する。いつレコンキスタが達成されたかも不明である。アラゴン王国のラミロ一世がこの町を都市として認め、1063年には城壁内に評議会を設置し、布告などを発令するようになった。ピレネー山脈における古くからの議会の伝統であった。1063年よりカトリックの監督教区であり、 11世紀のロマネスク教会の周りには城壁や塔がある。1930年12月12日から13日にこの城壁内で君主制廃止を求めた反乱が起こったが、かろうじて鎮圧された。この出来事がスペイン内戦の前兆となった。墓の教区博物館ではロマネスクとゴシックのフレスコ画が多く保存されている。夏の避暑地。 ウィンタースポーツのリゾート地である。1981年と1995年の冬季ユニバーシアードの開催地となった。1998年冬季オリンピックと2010年冬季オリンピックの開催地に立候補したが叶わず、2014年冬季オリンピックに再度立候補したが第1次選考で再度落選。AB、パブレーシアン、スパーフィッシュワイ。 デンセガド・ポル・ミューニセ・ピース。イネ。2012年1月27日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年11月23日閲覧。南川佐治郎。世界遺産サンティアゴ・巡礼路の歩き方世界文化社。2010年。56ページ。ISBN 978から4から418102013。 パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプルエイチデエネロありがとうございます